はいどうもみなさんこんにちは、ゆすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよペト2実況やっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、久々に来ましたコラボ動画です。コラボというか対戦というか。だな。今日はあのぷよぷよ界では知らない人はいない、クラウドさんとの対戦になります。お、ついにぷよ実況界の重鎮が。っていうかこの前配信で対戦動画の反省会をしていたので、もしかしたら皆さんは僕とクラウドさんが最近よく対戦していることも、知っているのかもしれませんが、なんでお前みたいなクズで間抜けで下手くそなプヨラーがクラウドさんと戦えたんだ。むちゃくちゃひどい言われようだな。でも実際のところ自分でも思っているんでしょ。だからもう、本当に感謝ですよ。最近たくさん対戦してくれるので、今回は、先打ちさせられてしまったな。こっちの火力も小さくはないですけどね。ただクラウドさん相手で伸ばされて負けちゃうんですよね。やっぱり伸ばしの程度というか、正確さが半端ないよね。クラウドさんと対決していて思ったのは、今までいかに自分が甘えたプヨをやってたと思うわ。あ、でも今回は緑が暴発して一本取れそうだね。おまけの全消しです。今ちょっと見せておかないと後々怒られるんで。そうだね、輝けるのは今しかないからね。とか言っちゃって勝利したらすごくない？あ、多分それは絶対ないので大丈夫です。完全否定するのやめろよ。まあ頑張ってください。ここはチームスケモンとして僕のことを応援するんだ。お前らいつから私たちはチームスケモンになったんだ。さあちょっと何言っているかわからないですね。てかこれ形めっちゃやばいじゃん。これ黄色の数が少ないから折り返し部分が完成できていないね。やばいなこれ、めっちゃ形悪いじゃん。あ、でかく動かれてしまったな。右側に積んでいるプヨをうまく使っても帰らなさそうですねこれ。それを見越して撃たれてる感あるよな。まあこのようなお邪魔を食らったら厳しいですね。そういえばクラウドさんと対戦するようになったきっかけって何なの？クラウドさんのゆっくり実況を見ていたら、なんか僕の声っぽい字幕が出てきたんですよ。なんかツイッターとかで言ってたよな。そう、そのツイートにまさかの本人から返信が来て、そこから僕がクラウドさんの放送とかに行ったりして配信するようになったりしましたね。なるほどな。ツイートをまさか見られるとは。いやー、何が起こるかわからないですね。この世の中は、クラウドさんは僕の中では雲の上の存在だったので、なんか、こうやって対戦できるのは本当に感無量なんですよね。でかくなったなぁ。このチャンネルも。さあここは2ダブが刺さったので2連鎖で邪魔しつつ追い打ちしていきたい。お、さすがにあのお邪魔が降ったら厳しそうか。ちょっと本戦が崩れ気味だったのでこのまま中途半端な本戦で押し切りたいな。短いのが逆にこうを表した感じになったね。まあ本戦も繋げにくそうだったから大丈夫だったね。そういえば今帰って何先なんだ。あ、それを言うの忘れてましたね。一番最初に言わなければならないことをこのタイミングで言っていくやつ。今回は10先ですね。10先か。割と短いよな。っていうか普通にミスって3連鎖打っちゃった。でも刺さったね。一応有利だよこれ。最近このシチュエーション苦手すぎてヤバいんだよな。有利取れているけど負けるパターン。この有利を生かしきれないんですよね。とりあえずフィールド的には有利だから、このまま飽和で相手が返せない量を組むのが一番ベストなんでしょうけど。でもこれ絶妙に連鎖繋がってないな。焦って形がめちゃくちゃになっちゃったね。うん、これじゃあちょっと足りないかな。発火を甘えてしまった。4連鎖はさすがに少なすぎるんじゃないか。これはやらかしましたね。っていうか連鎖のルートが全然見えてなかった。ダメだなこりゃ。相手はきっちり紫まで6連鎖ですね。お返しいたします。インテグラル。痛いです。痛いです。次は負けません。完璧です。もっと慎重に攻めるべきでしたね。難しいな今のは。フィールドの半分は使えてたからね。6連鎖くらいは来ると予測しないと。いやー難しい。有利だからこそ甘えて追っちゃうんですよね。こういう経験って皆さんにもよくあると思います。難しいけどここがぷよぷよの面白いところだよね。わかる、本当によくできているよこのゲーム。さてまたいかつい形を組んでいるな。ちょっと手順ミスったな。このレベルの相手に最速必須の土台を作ると不利になる場合が多いからな。基本的に意味のない最速は負けを濃厚にしていくからね。だから形を安定させるのって大事なんですよね。クラウドさんの形は本当に安定しているよな。さあお互いにお邪魔を降らして終盤に入るところですが、さあここで2ダブを構えて打っていこう。さあこれでどうなる。あれ止まっているんだよな。伸ばして本戦打っていく。やばい、ちょっと迷った。これ時間を無駄遣いしちゃったな。ちょっと伸ばしすぎたんじゃないか。伸ばしすぎてたね。でもこれくらい伸ばさないと火力負けしちゃうんだ。そういう心理を植え付けられているのもちょっと不利だな。相手の火力が大きいと心理的に伸ばさないといけないという気持ちが芽生える。大連鎖はそういう点でも強いよな。これは連鎖数で絶対勝てないからな。これは全消しの取り方で向こうの方が大きいね。ちょっとお邪魔振るか。割と振ったね。これカウンター組むの難しそう。全消し戦は技術的なところが出てくるからここは勝つのは難しそうだけど、だけどこのタイミングで同時に全消し消化。これお互いにちょっとやりにくそうだな。がっつり一方的に全消しを消化する流れだったからお互いに組みづらい形になってしまったね。待て待て、これめっちゃ考えないと連鎖繋げられないな。一回これ消化してワンチャンの潰しを狙うか。今のところ一番勝率が高そうだな。それがまずは単発。
っていうかこれ発火点どこなんだろう。もともと不定形みたいな形だったから凝視するの難しいねこれ。いやー、つぶしにしてはちょっと長すぎたか。普通に本線打たれちゃったね。マルチで短くてでかい本線だね。いや、青で止まっているんじゃないか。どっちにしてもこれ間に合わなさそうだな。終わった。まあ全消しは勝てるわけないでしょ。諦めるんじゃないよ。無理だ。心を燃やせ。煉獄さー、鬼滅の刃ネタ出してきたな。流行を取り入れていく実況ですから。と言ってもそろそろ落ち着いてきたんじゃない。でもあれですよ、興行収入がそろそろ1位になりそうなんですって。千と千尋の神隠しを抑えて1位になるのか。それもめちゃくちゃいい作品ですけどね。一時期めっちゃハマってたな。千と千尋の神隠しのあの世界観。あれはめちゃいい作品だよな。さあ相手の1連鎖ダブルにクソデカ対応。めっちゃデカい対応だけど、見事に対応されましたね。てか合わせて3連鎖打ったけど向こうの対応デカすぎてやばい。めっちゃデカクソになっていないか。やばいな。ちょっと落ち着こう。焦りすぎだこれ。リールドは少なくなってしまったけどワンチャンを掴むためにタイミングのいい仕掛けを期待している。うん、完全にこっちが返せない量を送ってこられちゃいましたね。頑張っても6連鎖くらいしか作れなさそうですね。この量を返すのは厳しいかな。2対5。気づけば3本差ですねこれ。このまま2対10で終わるんじゃないですか。全然可能性があるなこれ。ちょっとありそうだからやめてくれそういうの。この辺でもう1本取りたいところだね。こっちから攻めないとワンチャンもつかめない。2ダブとか打っていこう。本戦勝負で勝てないのなら隙を狙い撃つのみ。そういうことだ。格上の相手にはそうしましょう。今打ったら普通に刺さりそうだな。青赤が来たから2ダブ撃つ。向こうは対応手がなさそうだが。刺さりそうだなこれ。これはもう取れないと見て本戦打っちゃう。いけ。やっぱり本戦もっと使えないとな。本戦勝負もできるくらいになりたいよね。終盤とか中盤すると5万点とか6万点しか出ないんだよな。確かにねー、中盤とかでやり取りしちゃうと土台が崩れることってあるよね。いかに量刑を維持しながら戦うかが難しいよな。まあ中盤とかで相手が乱しに来るからな。難しくなるのも当然だが、割といい形は組めている。ネクストに青がたくさん来ているね。これ3連結の方で消したかったな。向こうの方が大きいから一個振るか。致命的なところには振らなかったね。三列目とかに振られたら最悪だったけど。ちょっと折り返しというか多重が作りにくくなりそうだね。でもクラウドさんの多重はうまいな。ほとんど回収しているじゃん。しっかりフィールドを使い切って連鎖を組み込んでいるんだよな。こういうところで本戦火力の差が出てしまうのかなって思う。さらに連鎖を打って。あれは本戦を打たせることに抵抗したか。でも多重や連鎖でしっかり回収しているから火力はかなり高そうだね。これ頑張って伸ばさないといけないな。いやぁ、これは7万点じゃ帰らなさそうですね。7万点。あと3000点加えれば8万。安定しているなぁ。この辺はやっぱりさすがといったところ。いかに形を安定させるかが大事だな。クラウドさんこの前1000万 RTA やってたんですよね。あのプヨスポについているタイムアタックか。そう。1000万 RTA ってめっちゃ長いからやるのをずっとためらっていたんだけど、やっぱり効果あるのかな。単純計算でも10万点の連鎖を100回打たないといけないからね。10万点の連鎖打つのも大変だからな。それを100回っていうのは練習になりそうだな。ただ、乾燥するだけでも1時間くらいかかるらしいですけど。そうだよな。1時間切れたらいい方じゃないか。配信で今度やってみるか。1000万 RTA 乾燥配信。いいかもね。一人で黙々とやるよりかは配信つけてやる方が続くそう。ちょっとお邪魔ぷよが少しずつ振って、一回ここで2連鎖打ちましょう。それで右側のでかいの引き出して。3連鎖。適用だね。使いすぎず適用対応してきた。これで本戦打つと厳しいので連鎖日のぷよとかを使いながら対応して、2個くらいにお邪魔を軽減できたな。でもこれで場を一気に崩されたな。その3連鎖は厳しい。それを食らうと本戦に繋げにくくなってしまう。頑張ればまだ取れるかな。いやー、向こうは確実に2ダブ押し込んで仕留めに来ているな。厳しい。うん、今みたいなタイミングで量刑かそうじゃないかの差が出るんだよな。対応をした時に大きく崩れちゃったからな。まだ本戦に繋げられればね。最悪本戦打って負けたいよね。その方が相手の伸ばしの失敗とかで勝ちを拾えたりするからね。とりあえず打順に横さんを見据えた形を組んでいきましょうか。横さんは対応とかで使いやすいからな。あるに越したことはないな。あ、相撲を逆に入れてしまった。これでその2連鎖が対応できなくなった。ここに来て痛恨のミスですな。普通に勘違いしましたね。ちょっとこれはギリギリになっていくな。丈夫で連鎖作ってワンチャンつかめない。無理そう。完全にこっちが作れる連鎖を把握されているので厳しいな。きっちり3連鎖。この辺の量も的確だな。やばいっすねー。
あと2本取られたら負けですよ。なんとかしてくださいよ。もう少しで1万人いくんでしょ。実力は上がらないけど登録者数は上がる男です。それはいいことなのか悪いことなのか。向こうは単発。これはこっちも連結させて単発撃とう。ちょっとお邪魔の位置が嫌だな。連鎖技が若干入れにくいんじゃないか。やべえ。形を整えるために単発を数回しているけど、やりすぎもリソース不利になりそうだから怖い。ここで紫泥がたくさん来ているな。これはお互いに一気に消化しそうだな。これは完全相殺したね。一応お邪魔振っているからこっちが有利ではあるのかな。うん、これどうしようかな。真ん中の縦さんがちょっと使いにくいんですよね。向こうが一気に崩してきたので、こっちもでかい対応していきます。これは結果としていい対応になったね。ただちょっとぷよ量が向こうの方が多いから、それを利用して攻めてきそうだな。この2連鎖は悪手だったか。サンダフできっちり対応されているな。うん、大量のお邪魔ぷよを食らってしまったが、本戦もこれ繋げにくいな。どう立ち回っていく。ちょっと難しい局面だね。赤で発火すると4連鎖かな。これは対応も厳しそうだね。さすがにこの量を食らってしまうとスペースはそれしかないか。なんとか単発で耐えるものの、厳しいなこれ。ここでクラウドさんはリーチだな。せめてもう一本取りたい。今のところ連鎖されているけど、今回の形は個人的にはあまり好きじゃない形。でも連鎖技をしっかり入れて火力は出そうだな。なんだかんだ綺麗にまとまったから戦える形ではある。ここからだね。中盤戦でどうやって動く。そうだな、形はそこまで悪くないから、しっかり本戦で勝負もありか。一回ここで単発していこう。お、あれは結構デカそうなの撃ってきたな。5連鎖はさすがに無理じゃない。少し早めに本戦発火したけど、これどうだろう。少し時間奪ったから、あとはクラウドさん次第かな。お、なんとかここで食らいついていくと、しっかり本戦組んでいたのが結果に出たな。まだまだいけますよ。ここから少しでも一本取っていきたい。とりあえず今みたいに勝ちを拾えるから、しっかり本戦は組みたいな。形はクラウドさんの方が良さそうだね。っていうかこれちょっとミスったな。連鎖に入らないやつだな。不穏な空気が流れてしまう。どうにか修正していきたいけど、一回単発撃ちますね。左側がちょっと使いにくそうだけど、3連鎖これ撃っちゃダメだったかな。うん、4連鎖ぐらいありそうだな。これ厳しくないか。乾杯です。クラウドさん対戦ありがとうございました。さすがの強さでしたね。まあ4本取れただけでもよかったんじゃないか。次回のぷよテト動画も大物ぷよラーとの対戦です。皆さんお楽しみに。次回もよろしくだぜ。